味噌の座演劇図書館は、愛知県名古屋市中区坂へ一丁目の味噌の座が設置する施設図書館。1969年1月、味噌の座の写真編さんに伴って収集された資料の整理保存のために、味噌の座の長谷川栄一元会長によって資料室として設置された。演劇に関する書籍などのほか、味噌の座で上演された演目をはじめとする、 日本国内た劇場の番付など各種の資料を所蔵している。1973年から一般公開を開始し、1975年から考え貸し出しを開始した。1991年時点の蔵書総数は約2万冊だった。2001年9月時点の蔵書数は約3万5千冊であり、うち70%が演劇関係書だった。 同時点の開館時間は10時から17時であり、日曜、祝日、第2土曜、第4土曜は休館日だった。2009年11月から開館日時が短縮され、月曜、水曜、金曜のみの開館となった。味その座の建て替え準備に伴って、2013年3月29日をもって閉館した。なお、同年1月時点では、 ミソノザ閉館後の図書館の存続について方向性が定まっていなかった。ミソノザは2015年にグランドメゾンミソノザタワーの建設に着工した。2017年10月5日、ミソノザは新劇場にも図書館を設置すると発表した。2018年4月1日、グランドメゾンミソノザタワーの2階から4階にミソノザが開館した。2階の劇場入り口近くには、 演劇図書館が設けられ、広さは40平方メートルである。入場無料で、誰でも利用できる。歌舞伎の番付、歌舞伎役者の化粧を足に移した熊取り、文楽のギガユレコードなど総数5万点。館内での閲覧であれば無料。考え貸し出しは、有料の、味噌の座演劇図書館ともの会会員のみとなっていた。スーパー歌舞伎を手掛けた三代目、市川猿之助は、 ミソノザ演劇図書館を数々の演出を手掛ける都度、今まで到底調べきれなかった究極の部分まで、納得できる有益な勉強ができた。まさに演劇研究の宝庫と称えている。日本の演劇専門図書館としては、ミソノザ演劇図書館の他に、松竹大屋図書館、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、池田文庫、園田学園女子大学、地下松研究所などがあり、 類似する施設としては、国立劇場伝統芸能情報館などがある。開館日は、みその座において公演が行われる、期間中の日、期、土曜日に限られ、開館時間は10時から12時と14時と16時までとなっている。1991年時点では、研究者、学生、俳優などの利用者が多いが、中高生が、 学校劇の脚本を探しに来ることもあるという。2001年時点では、通常時の利用者数は1日約30人であり、歌舞伎の公演月の利用者数は1日70から80人だという。2013年1月時点では、通常時の利用者数は1日4から5人であり、歌舞伎の公演月の利用者数は1日20人を超えるという。ありがとうございます。